ごちゃ。代々木の駅前に向かってもらっていいですか。はい。疲れた。面白かったですね。面白かったですね。面白くないよ。なんでですか。疲れた、めっちゃ。あれ言ってないとかなしだから。惜しかったですね。でもいや惜しかったじゃなくてさ、いやいや100万円くれるって言ったじゃん。だから俺やったのにさ、ちょうどいいよ。朝倉さんが払うっていうルールでしたもんね、一応。いや僕は言ったのは。いやだからさ、いや違う。だから僕。はい。いや、だからそれを本人は知らなかった、聞いてないって言われたらさ、うん、で、ってことは言われてないのを殴ったってことですね、みたいな傷害罪だって言われたのよ、俺は。ね、そうですね、まあ本当に伝えてないですからね、まあ。いや、ちょっとイカれてんじゃん。うん、今日リングの中で会ったことだから、それだって別に関係ないからね。練習中だから。そう。いや、辛い。やっぱ、スパーリングやってないからちょっと持たないね。練習しとけば全然違ったけどね。練習しとけば勝てた。まあそうね、カッパエラの技本当に使えばさ、一発あったからね。僕もずっとカッパエラできるできるって言われてたじゃないですか。はい。結局やっぱり、初めて見たんですよ、カッパエラっていうところ。はい。なんか、滑稽でしたね。滑稽じゃないよ。違う違う、使えなかった。やっぱ、当分やってなかったからさ。格闘技なんですか、カプエラ。カプエラってブラジルの格闘技だって国技だからね。大会とかがあるんですか。大会大会ってか、もうそれこそそこら辺の軒先でね、ブラジルとかだったらやってるから、サッカーの次のだって国の競技だからね。すごいかな。だって K1 の選手とかでもね、そのカプエラを一時期取り入れたりとかしてる選手いましたからね。一撃必殺とか、エディとか。え、エディかな、鉄拳の。うん、いやそれもだゲームのキャラクターじゃん。いやエディ剣は出てないし。いや ED じゃねえし、インポテンツもねえし。ED、 あ ED は違うか、俺が間違って聞いたやつだ今。きつい。ちょっとこの後3本ほど。嘘でしょ。3本取りますよ今日は。もういいよ、もう取ったじゃん。忙しいからため取りしないと。ため取りなんかしないか。ため取り、あもういろんなこと言ってくれ。もうたぶん叩かれすぎて耳もおかしいよ俺。ちょっと今ねキーンってなってるんですか。なってるよ。あられちゃんが飛んでるよ。いっつもね。ほら出たじゃん今。ほら叩かれすぎてるからね。パンチランカーになってたんす。思ってたのも出てこなかったよ。しかもちょっと手震えてるし。ボタン合わせれます、止めれます、ボタン。ちょっとさっきこれ持ってたけど、ふわってて今外したもん。あ、明日のジョーモチーフだったんです。明日のジョーはやっぱボタンが止めれなくて分かるんです、気づく。あパンチとなんか灰になったところしか知らねえし。最後の最後です、うん。疲れた。でも最後にあチャンネル登録数いくらですかって聞かれたじゃないですか。はい。向こうが今いくらですか。200万とかいるんでしたっけ。あ、そうなんですか。桜美君100万を超えてますよね、ヤギって。だサブチャンネルとかもやってるでしょ。やってますね。うん、全部言ったら200とか超えてるんじゃないですか。200万登録とかは、うん、なんか9点いくつっていうのちょっとなんか悔しかったですね。やっぱね、9.8 じゃなくて9.6って言ってクロちゃんって言えばよかったね。多い方って選んじゃいましたからね。そう、いや多い方選んじゃったって本当のことそっちだからね。いやそこ回ってねえし。回ってなかったですね。回ってなかった。いやいいのよ、問題は質だから。今だってね、そのマックス村井さんとかも言ってたけど、うん、結局登録者数が多くてもそんだけ見てる人が少なくなったら意味がないって言ってるから、うん、確かにその通りよ。なんか数に取られたら負けだからね。そんなんで言ったら俺 TikToker だからね。 TikTok やってるから。TikTok って登録者数とかってどれぐらいでしょう。 TikTok は、37万人かな。ああ、そうそう。なんでそんな違うんですか。 YouTube では人気、 TikTok では人気あるけど YouTube では人気ないってことですか。人気ないわけじゃなくて、多分
あれ、YouTube とかだったらさ、週に3回くらい上げた方がいいって言うじゃん。ああ、そうですね。けど、うちらは1回しか上げてないじゃん。忙しいですからね、だって。うん、そうね。そんなに、じゃあ、毎週3つ上げるから、うん、毎週スケジュールとかくださいって言うと、うん、嫌でしょう。うん、嫌。もっと自由に暮らしたら。ですよね。で、編集間に合わないから1本は自分でやってくださいって言われたら、うん、いや、できない。もうそのまま、もう通って出し、そうですね、ノーカットで出すしかないですよ、うん、いや、TikTok はだって自分で勝手にできるから。ああ、まあそうか、そうですね。で、ダンスとか僕、やっぱ社交ダンスやってたりとか、まあ、カポエラもダンスと格闘技の融合だから、そういうのやってるから、やっぱね、自分の好きなタイミングできるからでかいよ。え、TikTok は収益出てるんですか、何かしらで。ん、何かしらで収益にはなってるんですか。収益で言うと、やっぱ別に登録者数とか、あの再生回数では何もないけど、一応なんか生配信とかしたら、とかなんかギフティングをしてくれたら、それはお金になりますけど。ああ、投げ銭みたいな。投げ銭。あ、うん、けど、そんぐらいだな、別に。だから、あんま気にせずやってるかな。YouTube みたいに再生回数でいくら入るとかってないんですね。じゃないです。あ、そうなんです。うん。違うから、俺お金のことじゃないから。あ、そうなんです。お金のためにやってるわけじゃないですもんね。違う、ギャルと出会うためでもこの YouTube とかで言うと、その僕とかもそうですけど、はい、カレンちゃんとかも、うん、無償でやってるわけじゃないですか。あ、そうなの。はい、ごめんなさいね。いや、ちょっと頑張らないといけないんだから。再生数を上げていただいて。あ、すいません。いや、だからやってたのよ。だから TikTok に、はい、その YouTube のやつをその15秒の分とか上げて、はい、で本編は YouTube へってやってたんだけど、誘導してくれてたんですね。そう、けどあれがね、なんかあんまりそれをすると、はい、TikTok のとなんか TikTok でなんか上がらなくなっちゃうらしいから。わかります、わかります。そのそうそう、宣伝ばっかになっちゃうとってことですよね。そう、だからね、あんまりしなくなったの。あ、だからなんですかね。多分向井さんとのやつも1万再生ぐらい、面白かったじゃないですか、向井さんとのトーク、はい、そうそう。で、評判も良かったし、コメント欄もすごく面白かった。うん。うん、クロちゃんこんなに喋れるんだってなってましたもんね。はい、喋れるとやっぱ思われてないですね。地獄だよ本当に水曜日のせいだよマジでこんなに喋れるんだみたいな感じでしょ、ね、違うね、生まれたばっかりの子供じゃないからねそうですね。そう、だからなんか、まあけどね、それこそ YouTube はね、やっぱこうやってね、やってくれてるから、みんなのためにいつかお金にね、ちょっとってなればいいと思ってんだけど、あんまり焦りすぎてもなんかうまいこといかないと思うから、とりあえず伸びるところ伸ばしながらやろう。まあと向井くんのはね、ちょっとね、向井くんがちょっとパンチ弱かったね、ごめんね。え？うん。え？向井さんのせいなんでしょ？うん。向井くんがちょっとね、パンチが弱かった。ごめん。向井さんのパンチが弱い。うん。ああ。例えばどういうところが？本当ね、なんかピンとこなかったと思う。俺と向井くんの、はい、っていうので、あの意外性はって面白かったと思うんだけど。はい、それがなんか向井君と俺が喋るっていうことの相性が、多分見る人の、想像力とか刺激をかきたてなかったみたい。なるほど、うん、だから伸びなかった。だからナダルとかやったりとか、あ、やっぱそういう山本さんとか、そうそう、てか淳さんとかだったら、うん、なんとなく想像がつくじゃん。こういういじられ方してちょっとって言ってるのが分かったりするんですよね。そうそう、ナダルとかだったらね、どっちもなんかね、ひどいとか最悪とか言われてるから、 そうですね、そういう意味で上がりやすかったりとか、アツさんとかだったらやっぱりロンドンハーツでの絡みとか、 ね、 ね、正解は1年後とかの絡みとかがあるから、はいはいはい、なんか想像つくから面白くなりそうだっていう想像力とか掻き立てはあったけど、はい、向井くんと俺っていうのがやっぱテレビとかでないから、はい、だからそこまで優しく考えてあげないといけないかったのかなと思うよね。なるほど。うん、で面白かったよ、面白いことはできてんだけど、ね、再生数に繋がるかって言ったら繋がらないっていうのは、今後の俺のやっぱ面白いっていうのと世間の面白いの、あの面白い面白いんだけど、世間の食いつきのあり方の違いっていうのはちょっと指し示すバロメーターになったかなって。だからってそういうことを伸びないと思うからやらないっていうのは俺はなしだと思うから。本当はじゃあ誰とかがいいですかね、コラボする人も。やっぱ尾形くん、尾形さんの方が良かったんですか、うん、全然違うけどね、俺とは。けど世間の見てる人たちはやっぱ尾形くんとクロちゃんはやっぱそういうなんかドッキリとかはめられてるしっていう共通点があるから、はい、多分そっちの方が伸びてたのかなと思うね。
なるほど。うん。ドッキリをいっぱいやってる人の方がいいんですかね、じゃあやっぱそういうやられてる人の方が。なんかあとなんか分かりやすい、分かりやすい人の方が多分いいと思う。確かに。あの人仲いいですもんね、だって。仲いいっつってましたもんね、ガーシー。俺、いや仲良くないから。あ、そうっすか。ガーシーさんなんかね、やただしなんかだから多分アメザリの平井さんが昔なんかのお店やってた時に、うん、多分言い張ったんだよね。だからあんまり俺も初め分かんなかったんだけど、で、なんか安田大サーカスってボードも書いてあったから、うん、で、それでなんか、クロちゃん今頑張ってるねってなんかね、褒められたからなんか言ってますよ、不思議な気分でしたね。会ったことはあったぐらいってことですね。だから会ったことはあるはずですよ、うん、アテンドもしてもらって。いや、してもらってないから、いい思いしたことないから。そうですよね、してもらってたらなんかありますもんね、うん、だったらピンとくるはずだから。そうですよね。あ、だってあっていう、分かんなかったもんな、初めだから。大阪の方の人でそんなことがあったのかと思って見てて、わすごい、この人すごいこと言ってんなと思ってて、なんか3個目かなんかの動画の時に東京でなんかバーとか言い始めたから、あれってそこで思いましたから。あの人だっていう。いや、もしかしたらなんかあれ、ガーシー東さんなんか聞いたことある気がするなと思って。ボードに名前ありましたもんね、安田大サーカス。はい、よかったですね、なんかなくて逸話が。そうですね、まあ逆に褒められちゃったかな。そうですね、頑張ってるんですね、うん、疲れた。どうします、暴露系 YouTuber やります？やらないよ。なんでやらないといけないの？いや、伸ばすためにですよ、うん、だって基本的に、だって暴露系で名前出るのってワンマニアね、菊池とサンミュージックのマネージャーの大関さんと高見のぐらいしか仲いいのいないから。そっか、そこら辺回すしかないから。確かに、ボードに4人しか書けないですもんね。そう。3人か。クロちゃん30しか書くしかないから。そっか、そうですね。うん。高見が階段を降りるの苦手とかいうことぐらいしか暴露ないからね。そうですね。持たないですね。生配信じゃできないですね、じゃあそれ。そう。大関さんが、と旅行行った時に、部屋風呂のところにナメクジがいたから全部やっつけてくれて優しかったとかね。何の暴露なんだっていう。菊池の頭がだんだん徐々にでかくなってって、病院行ったら頭筋が、頭の筋肉がなんか発達してるから、それで頭が頭痛するんですっていう、怖っっていう暴露ぐらいしかないってことですね。パッと思いつくのはそれぐらいですかね。できないですね、暴露系 YouTuber は。いや、しねえし。どの LINE のこと言えばいいのかわかんねえし。あと団長が令和の今の時代にもかかわらず、殴ってくるとかね。ああ、そうですね。でもそれはもう身内だけのことだし、うん、お前が悪いんだって言われたから。そうです、そっちかもしれない。いや、そうそうじゃないから、サーカス内の話だから。いや、サーカス内で別に本当はサーカスできないから。サーカス内の団長が猛獣に対してやってることはまあ、うん、誰が猛獣、調教だからいいんじゃないですか、それ。いや、ないですよ。疲れたよ。ほんと意味不明。お腹空きました？お腹空きました？空いてない、気持ち悪い。いや、食えないですか今？食えない。食えない。だって今減量中だし。カニ食べ行きたいですよ、だからずっと言ってんですけど。そうね。もう冬終わっちゃいますよ。うん、別に冬だからカニ食べるってナンセンスじゃない？カレーをだってね、夏食べないのかって言ったら夏食べるじゃないですか。夏カレーがありますけどね。カレーはだって旬じゃないですけど、カニの旬はだって冬って決まってるじゃないですか。うん、いや別に旬だから、別に自分がね、一人で食べるんだったら美味しい時食べればいいけど、人と一緒に食べるんだったら別にいつでもいいじゃん。でも食べたことない人に食べさせてあげたいじゃないですか。あ、本当だ。なんで食べたこと、食べさせてあげないと本当に。カニ食べたことないって言ってたんですよ、だって、うん、カニかましく食ったことないって言ってたから。初めていただきたい。そうっすよね、うん、美味しいって言ってほしいですよね。でもこの前行ったカニ屋さん連れて行ってもらったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですよ、越前ガニのお店。多分行ったんですか？多分行ったんですよ、カニ。僕は別にカニ食べたことあるし、カニ好きなんですごく行くんですけど、表参道にある越前ガニのお店、めちゃくちゃ美味しかったです。これ、まっすぐでよろしいですか？あ、じゃあ、信号の手前でおります。信号手前でおります。はい、かしこまりました。いや、カニちょっと行きましょうね。はい、また緊急事態宣言とかなる前に。そうですね、越前ガニ3人で行ったんですけど、3人で18万ぐらいしました。いや、行かないよ、絶対。絶対に行かない。あ、大丈夫です。
ございます。じゃあお支払いお願いしますか。絶対行かねえ。もうそれ最後じゃんけんなりだったわ。あ、じゃあはい、ピッてやってもらっていいですか。ピッてやってもらっていいですか。いや、やらないよ。いや、なんで俺が払うの。なんなんこのシステム。あれ、もうちょっと上じゃないですか。あ、行きました。あ、お願いします。領収書ください。あと5000円だけございますか。はい。あ、それ僕ですか。はい、失礼します。はい、領収書すみません。領収書もらっていいですか。あ、そうなんですか。すいません。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。え、撮ってます？一本撮り終わりました。え？撮り終わりました？さっきは一応回してたんで。いつ？さっきずっと。一本目、ノーカット社長撮る。え、俺変なこと言ってなかった？ガーシーさんによくしてもらったぐらいじゃないですか。いや、もうね、意味わかんないよ、だってな。アテンドしてもらってないから。え、待って、何なん、ちょっと待って、言ってよ全部、なんかドッキリみたいなばっかり。散歩旅やりたいですね。そろそろいい天気だし、やるか。散歩旅やりましょう。やるかじゃなくやりましょう。やるかじゃない、やるかじゃないし、やりましょうよ。そうですね、忘れてました。やるかじゃなかったですね。やるかじゃないです。いや、いや、ちょっともうさっきまでの雰囲気で。どうぞ、お嬢さん。あ、お嬢さん、あ、お嬢さん、お嬢さん、重い荷物ばっか持たせてってなりますよね。あとで抱っこしてあげるね。よし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 。これでストレス解消してるから。セクハラで。そうそう、わかりやすい様子のセクハラで。わかりやすいセクハラで。お花摘んできます。締めだけもらっていいですか。締めだけもらっていいですか。締めだけノーカットでいくか。先に締めて。締め。はい、ということで、クロちゃんの車中トークでした。隠せとちゃん、ダメよ、ダメダメ。いや、そんな趣味ないでしょ。